生きておられます。この命限りなしと、皆様の本当、本命の証明でございます。それを一生懸命にお唱えなされて、そして心を一つにして。 この命限りなし、この命どこが大切でしょうかね。この命、そしてその言っておられるこの命が限りなしとまで、また言って。 大丈夫？さあ、この命限りなし、皆様のことなんですよ。それを演奏ともしましてね、全部一つに収まっておられると。この一つが わがまま勝手な一つなんかではないんである。全知全能、仏心仏性と仏様の御命、皆様ちゃんといただききっておられますよ。この命限りなし、ご自身のことでございますよ。 俺なんかそんなもらってないわいなって言うて、まだまだよそ見なさらなくてもよろしい。この命限りなし、それはこの命に本当に目を覚まされた釈迦の尼世尊がお弟子の方々にみんなに、みんなそうなんだよってお教えになられて、 よそ見しないように、覚悟しなさい。この命限りなし、この、はっきり示しておられるんであります。全知全能、天地いっぱいに行き届き守られきっていらっしゃる。この命限りなし、 限りなし、そんなことをおっしゃっても、まあ私なんかはせいぜい60か70ぐらいになったら、もうはいこっち来なさいって言って、あの世からお呼びがかかってくると思ってます。この命っていうこの、 これは真実をちゃんと明らかにお示しになられておられるのでございます。そしてこのは誰のものでもない、あなたの本当の命の根源、根本、原点から全部積み切っておられる天地同根、 天地同根、俺あの限りない天の広さも、大地の限りない春ってさ、みんな真実の証明でございます。この命限りなし、限りなしどころでない、もうすぐ18、17で亡くなることもあるし、 30、40、50で亡くしまう人もありますが、それは心配いりません。毎日毎日が今日一日、今日一日と思っても、ちゃんと一日は一日としてあらわれ、そして一日一日はその一日の全力全生命を尽くしながら、
そして終わりなければなる。限りなしでなくて、この命限りありでございますよ。このっていうこれが眼目焦点なんだよ。皆様ご自分でシューンいただいておるこの命は決して何かに制限されているような限りでもって打ち切られているようなそういうものではございませんと。天地同根、あの広い広い天も遥かなる大地も全部たった一つの真実の命、天地同根万物無限と限りありませんよって。でもそんなにみんなが生きていたら困られるんでないですかって。誰が困るの。天地は元来が全ての全てをいただききり、全ての全てを守り同士に守ってくださっておられるのでございます。かっこいい赤ちゃんが一生懸命に一生懸命ご自分の指を舐めてですかね。そうそう、いい子だね。いい子だねって言ったらニコニコと笑った。いいんだよ。天地いっぱいの命、限りなし。それが示されては演奏である。皆様が全部この命なんですよ。おまけにその日に12月18日とめでたい日まで書いてございますよね。12月18日何決して狭い狭いところでそれきれいなっててぶち切られてるんじゃないんだよ。一足一歳、一足一歳、千の世界を命のすべてに届ききって、何全部をいただいてのご自身なんですか。この命限りなし、限りなし。どうぞお大切な守られて守られて守られておられるご自身の無限のこの一真実を大切に大切に拝んで、命に自らが自ら捧げ尽くしておいでになられるといいですね。離れてるものなどはどこにもないんであります。天地一子、一つの命を表した。大丈夫であります。そうですか。平成22年12月18日この命限りなし。何今日一日だけ限りなしなんです。届き切って届き切っておられるので、皆様の御命、真実の御命、天地同根であります。天と地がたった一つの御命収まっておられます。だから心は限りなく限りなく大きく大きく包まれて守られて守られて守られていらっしゃるということを、やはり深く深くいただきいただいて喜んでおられるといいですね。
にっこりしておられる方もありますよ。本当にこの命限りなし、このどっかにフラフラしているものがないんであります。全部いただききり与えられきっておられるという一真実の主人公、この命限りなし。そうですか。もう手で表せばこういう姿に自然になるんですけれどね、こうやらなくてもこうやってても同じ同じこの一つの命ちゃんといただききっていらっしゃいますから、どうぞどうぞ安心して私の方を見て睨んでおらにっくりしてばなって、ああかわいいかわいい、ああよう皆様今日お参りくださいました。わわくはこの孤独をもってあまねく一切に及ぼし、我ら主上皆ともに仏道上伝ことおお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